こんにちは、かけむです。この間久しぶりにびっくりドンキー、ハンバーグ専門店ですかね、レギュラーの150とか、まあ、ちょっと普通サイズでレギュラーの300で倍のサイズのハンバーグとかあって、まあちょっと最近値段上がってるんですけれども、安くて美味しいっていうのが売りなんですけれども、いつも行ったら僕が頼むのはレギュラーの300とシーハーハーサラダとミートスパちょっと多いんですけれども、で、まあ2品そうですね、ハンバーグ3品ですか、サラダと食って、だけどそうですね、久しぶり何年ぐらい2年ぶりぐらいに行ったんですけど、この間レギュラーの300食いきれへんみたいな感じになっちゃって、あかんわ年やなってもうすごい感じますね。もう若い時やったら何やろ、昔はミートボール入りのミートスパとかあったんですけれども、レギュラーの300とミートボール入りのミートスパとシーハーハーサラダとアイスコーヒーとか食べても、ちょっとそれでお腹いっぱいぐらいやったんですけども、今もう48歳50ちょっと前なんですけれども食えないですね。150で十分やなと思いましたダメ。今日またまたセブンイレブンさんの雑炊なんですけれども、酒雑炊、ご飯入れんとそのまま食べるんですかね。雑炊ってご飯入れますよね。今日は、昨日ちょっとそういう情報が上がってたので、この生でちょっと一回食べてみようと思います。セブンイレブンさんのお湯を入れるだけ簡単、酒雑炊、こちらの方に原材料明記されございますと、エネルギーはご飯除く71キロカロリーですね。はい、こちらが酒雑炊の中身です。やっぱりご飯はなしで食べるんですかね。すいません、間違えてたみたいです。お湯の方を入れてまいりました。お湯でどれぐらい入れたらいいのかちょっとわかんないですね。ご飯なしで楽しめる雑炊ということで、思いっきり間違ってましたね、すいません。うわ、お湯ちょっと少なかったですね。にしてはカロリー71キロカロリーやからちょっと足りないですよね、これだけやったら。ご飯も欲しいところやと思うんです。それではセブンイレブンさんの酒雑炊、お味の方チェックしてみたいと思います。うまい。味が濃いのでちょっとお湯多いめの方がいいかもわからないですね。ただあとやっぱご飯が欲しいですかね。すごい塩味が効いてて、鮭の風味もあって美味しいんですけれども、ちょっとこうなんかご飯がないんでこのまま食べるとちょっとスカみたいな感じになってます。あとやっぱり卵ちょっと落とした方がいいかなって思う次第ですね。すいません。それでは簡単なんですが指令させていただきたいと思います。